こんにちは、ケリンです。実は、今までウィンドウズのノート PC で動画を作成していたのですが、あるお方のご好意により、今回の動画より iMac で作成します。本当にありがとうございまする。私の声変わりも、そのせいです。未だに、動画作成の操作や、Mac 自体の操作に慣れていません。そのあたりは多めに見てやってつかあさい。年末にプラモデルのストックを整理していたのですが、いろいろなストックが増えてきました。本格的にプラモデル作りを始めて約3年。店舗だけではなく、リサイクルショップやネット通販などで購入しています。中には、絶版物やレア物があり、定価より高値で購入したものもあります。ご存知とは思いますが、通販サイト Amazon では、品物のバーコードを読み取ると、現在の販売価格がわかります。実際にやってみましょう。先日作成しました、ハイグレードユニバーサルセンチュリー、ジムです。販売価格、2000円だそうです。私はガンプラショップで700円で購入しました。こんな感じで、ケリンの積みプラの鑑定を勝手にやっていきます。対して、Amazon、ストーリー、積みプラ鑑定ラーン。とりあえずガンプラの、こいつから。ハイグレードユニバーサルセンチュリー、1/144、ベータプラスユニコーンバージョンです。私はゼータ系の機体が好きで、こいつも色々と探しまくっていたのですが、模型店にはなく、ハードオフで購入しました。ここで豆知識。プラモデルの定価は、だいたい箱の横あたりに書いてあります。定価2400円ですね。さてこれが Amazon では、おいくらなんでしょうか？あら、マジですか。ちなみに、ハードオフで3000円ほどでした。結構お高いんですね。お次は、こいつです。バンダイ、ハイグレードオーラバトラー72/1、ビルバインです。このキットは、2001年の発売で、何度か再販はされています。1年ほど前までは、ほとんどの模型店で見かけましたが、最近は全然、店舗では、見なくなりました。私は、中古をAmazonで2700円で購入しました。定価は、
6500円。これも結構お高いですね。私が中古で購入した時は新品価格が7500円ほどしました。振り幅すげー。次はバンダイマスターグレード機動警察パトレイバーイングラム1号機です。2号機や3号機はよくモケイヤで見かけるのですが、主役機の1号機はどこに行っても売り切れでして、こいつもハードオフで見つけました。ハードオフ最強説、定価3000円なり。高っ。お次は、長谷川、マクロスフロンティア、VF-19、イサムスペシャル。前から、全軽翼機が作りたくて、こいつを手に入れたのですが、戦闘機プラモデルは、コックピットから作るという、独特な作り方で、ぶっちゃけラッチョ、作るのを躊躇しています。定価4200円。購入した頃は限定品だったのに再販されるという黒い陰謀が働きました。なんか怖くなってきました。アニメものはこれくらいにして車バイク編にしましょう。タミヤ1/24フェラーリ F40 です。フェラーリとタミヤの版権取り扱いの期限が切れ、実はもうフェラーリのプラモは生産されないそうです。なので現在店頭にあるプラモデルでフェラーリのキットはおしまいだそうです。これはメーカーが貼ったのか、模型屋さんが貼ったのか。え、フェラーリ、このフェラーリならどないぜよ。次に1/24フェラーリ 512BBBBI。 次にさんはかなりのフェラーリキットを発売していますが、次にさんのキットも店舗から少しずつ消えているような、いないような。バイクライでは驚かなくなった俺がここにいる。こいつも期待できる一品です。タミヤ1/24アストンマーチン DBS。 言わずと知れた映画007のボンドカーですね。カープラモデルの人気は凄まじく、アマゾンでもすごい価格で取引されていました。これも神の宮殿、ハードオフで手に入れたのですが、購入価格は約定価の 2.5 倍でした。その定価とやらがこれですよ。
次は、バイクです。今井、ルーニ分の1。ホンダ、モンキー、ゴールドモンキー、リミテッドエディション。この、今井というメーカー、2002年に、倒産しています。今でも、ホンダモンキーの、キットがありますが、今井の金型を使用して、青島で生産しています。定価700円。購入価格も700円でした。定価の7倍ですよ。いかがでしたか？通販サイトでよく、転売ヤーという単語を耳にしますが、このプラモデル業界でも、転売は起こっています。どうしても欲しくてたまらない、など、その値段以上の価値を見出すものであれば、高価格での購入も仕方ないですが、プラモデルは、各お店を回って、欲しいキットを見つけるのも、一つの楽しみだと思います。個人的には、模型屋さんの、あの雰囲気がたまらなく、好きなんですよね。今回の動画は以上です。よろしければ、動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。